どうもお疲れ様です。今回ね、脱円依存って書いてますけども、これ円形脱毛症って書いてるように見えましたね。でお題が出ました。現金のメリットでしょ。現金のメリットはその足取りがつかめないってことじゃないですか。あの現金のやり取りを最もなくしたくないのは、まあ、いわゆるね、政治家さんなんですよ、ね、官僚さんなんですよ、権力者なんですよ。足のつかないお金って欲しいわけですよ。だって銀行間送金って必ずバレますからね。で、暗号通貨の送金も必ずログが残りますからね。そう考えていくと、現金のメリットは闇から闇の裏金、つまり黄金色のモナカってやつでしょうね。で、あとペイペイのその利用に関しては、私たちユーザーは特に負担がないんですけども、事業者側には負担があるんですよね。だからそう考えていくと、ペイペイっていうのは、私たち本当消費者の方にはいいことしかないんですよ。でも結局はそういうのを事業者が負担することになると、事業者の販売するサービスや商品の価格が上がらざるを得ないと。そうやって私たちは知らないうちに痛みを感じずに少しずつ血を抜き取られているってことなんじゃないかなと思うんですよ。いや本当にね、素晴らしい仕組みを作ったのがソフトバンクですよ。で、もともとはこれね、ライブドアにもう期限があるわけですよね。ライブドアの堀江貴文さんが2005年まで自分の企業をどんどん大きくしていったんですよ。で、中古車販売業っていうのをやろうかと思ったけども、その免許を取るのに時間がかかるから、じゃあ中古車屋さんを M&A してライブドアオートっていうのを作ったわけですよね。で、そうするとね、ライブドアっていう事業体でもうすでに中古車が自分の傘下にあるってことなんで、商売を一から作るんじゃなくて、出来上がった商売を買ってくるっていうこと、その考えが M&A だったんですよね。で、ライブドアポイントっていうのを使って、例えば中古車を買いました。ポイントが中古車を買った分で止まります。それで車の保険を払ってもいいし、生命保険でもいいし、なんだったら駄菓子買ってもいいし、ビデオ買ってもいいし、なんかのね、テモミンとかのサービスも使えますみたいな感じで、ライブドアポイントっていうのをね、使えることによって、あらゆる業種にそのポイントでやり取りできるようにしようと思ったのが、その、ね、からくりだったみたいですけどね。だから、いろんな理由で堀江さんの試みっていうのは潰されたんですけども、やっぱりこの日本円を使わなくても済むような仕組みにしようとしたところに、当時の逆鱗があったということらしいですけどね。はい、じゃあ、すべては闇の中です。いってらっしゃい。